日本各地の映画文化を支える映画館、通称ミニシアター。これは地域に根ざした独自の視点で活動するミニシアターたちの物語。今回は沖縄県那覇市にある桜坂劇場をご紹介します。もともとここの桜坂劇場のある場所はサンゴ座という名前のお芝居をする小屋でした。ただその芝居小屋としての時間は結構短くて、すぐ映画館として龍栄さんという会社が芝居小屋から引き継いで映画館を運営するようになりました。で当時はまあ映画がすごく盛り上がっていて、その芝居小屋だった場所が映画館になっていくっていう流れがこう全体的にあったというふうに聞いています。1990年代にかかってシネコンが那覇市からちょっと離れたところにできた中で、国際通りにあった映画館がどんどん閉館していき、最終的にこの龍栄さんがやっているこの劇場だけという時期がしばらく続きました。ただ2005年には龍栄さん自体が映画事業から撤退をするということで、この劇場も閉館するという運びになり、2005年4月に閉館しました。その閉館した建物を受け継いだのが今桜坂劇場を運営している株式会社クランクという会社が建物をお借りする形で桜坂劇場と名前を改めて2005年7月にオープンして、引き続き営業をさせていただいています。映画館じゃないっていうことを最初に決めてたんですよね。劇場であると、いろんな人がそこに来れる場所に新しくしたかったので、映画館の続きを誰かがやるっていう形ではない。僕は映画育ちで映画を作っている立場でもあるので、映画にはものすごく思い入れがあったんですけれども、映画だけじゃないよね娯楽はってすごく思っていたので、あらゆる人が来れる場所、つまりオープンな場所として、今は当たり前になりましたけど、そこが大きく変えたところですね。こちらで公開予定の作品のフライヤーポスターを掲示しております。映画を見る方はこちらでチケットを買います。カフェは店内でゆっくりお食事を楽しんでいただくこともできますし、劇場内に持ち込みのメニュー、お飲み物とかポップコーンとかはこちらのレジでお求めいただきます。こちらが弊社の直営しているショップでして、ふくら社という名前です。うちの代表が好きな石をたくさん仕入れていたりとか、器なども販売してますし、 DVD、漫画、本などいろいろこうシアターショップ的な形になればいいなと思ってセレクトしながら販売させていただいております。一番大事なのは、見たい人がたくさんいる映画を上映するっていうことが、映画館にとってもそうだし、お客様のサービスとしても大切なことだっていうふうに思っています。気をつけていることは、この作品が桜坂劇場のカラーであるとか、そういったことを、我々が決めていくということはせず、幅広いジャンルの作品をとにかくこう限定することなく上映していくことで、いろんな好みのお客様に対してこう自分が好きな映画をやっている場所だなっていうふうに思っていただけるようなプログラム作りを心がけています。節操がないのが一番だと思ってますね。基本的には映画も娯楽である以上、娯楽ってのはどっかで下品なところを持っているものを、下品なものを持ちつつどう上品にやるかみたいな、
なんかそういう、それはまあ文化全体にそういうことが言えると思うんですけど、そのためにやっぱり必ず多様性っていうことが必要になってくると思っていまして、やっぱり一つの方向性に行くことっていうのは文化っていうふうに考えた時に本当によろしくなくて、多様性っていうことはものすごく意識してますね。桜坂劇場では桜坂市民大学という、ま、ワークショップを幅広く展開していて、例えば映画を撮影したり脚本を書いたり絵を描いたりとか、とにかく幅広くこう学ぶっていうことをエンターテインメントとして捉えるワークショップの講座を100以上開設して、みんなで楽しくお勉強するっていうことをやっています。とにかくお金をここで落としてもらうっていう考え方をやめようと、とにかくここに来てもらうと、何でもいいから来てもらうと、なんか面白そうな場所があるよでも構わないから来てもらうようにしようというふうに、そういう考え方をしてますね。ミニシアターイン映画マニア、ありがとう、はい、映画マニア案内人桜坂劇場支配人の下地久美子さんに来ていただいております。はい、初めまして、よろしくお願いします。あ、そうか、まあ、告知の一環としてラジオ局さんで映画の紹介をしたり、テレビ局さんで映画の紹介をしたりするっていうお仕事もやっています。まあ、弊社が上映させていただいている作品も、その予算として宣伝費がたくさんあるというような作品を上映させていただいているわけではないので、こう独自でどういうふうに自分たちがやっている映画を広げていくかっていうことは常にもうオープン当初からの課題でして、まあ、どんなふうにマンパワーで解決していくかっていうことをこうずっとやってきているんですが、そんな中で地元の媒体さんがこう協力的に好意的にいろいろ紹介する枠を設けてくださるっていうタイミングにはもう必ずも全力でお答えしたいなと思っています。沖縄っていうのは、まあ、日本の南の方にあるちっちゃな島で、もともとは琉球王国という独立国で小国だった、小さい国だったんですよね。だから中国とも仲良くし、日本とも仲良くし、小さな国の知恵を生かしてずっと生き抜いてきた島で、自然がすごく豊かなので、海だけではなく陸と海、森と海は常につながっていますので、そういう自然と、その自然があればその自然に対して人が何を思い、何を願い、何をそこで祈ってきたかっていう文化も沖縄にはまだ根強く残っていて、人が土地に住むことの意味とか、なんかそういうことも直に触れられるような場所になってます。那覇の魅力としては、沖縄県内のいろんな地域が戦後復興ですごく頑張ってきたと思うんですが、那覇でいうとこの桜坂劇場の近く、公設市場があるあたり、そこを中心に食べ物の売買とかをすることでちょっとずつこう活気づいて復興していったっていう場所で、その時の名残が今もずっとあって、観光客がたくさん訪れる場所でありながら、沖縄県民もそこで一緒にちゃんと生活が息づいているっていうところが、まあ、那覇というかこの桜坂の界隈のすごく魅力じゃないかなっていうふうに思ってます。70年近く沖縄県の皆さんにとっての、まあ、娯楽を楽しむ場所っていうのを今預からせていただいているというふうに思っていて、まあ、なのでこれからもずっとエンターテインメントを提供していきたいし、こう沖縄の人たちに桜坂でこういうのを楽しんだっていう思い出をずっと作っていける場所にならないといけないなって思っています。まあ、私たちもまあどんどん年を取っていって、まあ、時代も変わっていく中で、また新しい世代にこの場所をこう娯楽の場所として受け渡していくっていうことがすごく大事なことじゃないかなって思ってます。